ヘイシオドスは古代ギリシアの女子詩人。紀元前700年頃に活動したと推定される。新闘記や仕事と日の作者として知られる。現在のギリシアでは綴りは同じだが彼の名前はイシオドスのように発音され、1939年からギリシアで発行されていた950ドラクマ紙幣にその肖像が使用された。父親は元はレスボス島の南東。 小アジアの町決めの商人であったが破産して、ボイオーティアの乾村、アスクラに移り住み、開拓農家として、父や弟と農耕に励んだ。アスクラの東には、ムーサ崇拝の地であるヘリコーン山があり、ヘイシオドスは、しばしばそこを訪れた。新闘機によれば、ヘイシオドスが羊を飼っている時、突然に、ムーサが詩人としての才能を、ヘイシオドスに与えたという。 仕事と、日によれば、弟ペルセイスとの遺産相続をめぐる裁判に巻き込まれた。地元の領主は、ペルセイスからの賄賂を受けて、兵士を出すが自分に忠実でないと難じて遺産である、はずの土地を没収して、ペルセイスに与えてしまった。このため、ふ満やる方なかった、彼は、旅に出て、詩人として生活するようになったのだという。 いずれの伝承が伝えるところが真実であるにしろ、平シオドスが銀遊詩人としての訓練を積んでいたことは確かである。なぜなら、当時の詩人には高度に発達した専門的な様式が存在し、平シオドスの作品もその様式に則っ,ったものである。ためである。哲学者、ゴルギアスの弟子、アルキダマースに由来するとされる短編、ホメーロスと平シオドスの歌比べによれば、 カルキスにおいてホメーロスと死を競ったとされる。この時ヘイシオドスは戦争と武勇を称えるイーリアスを歌い、聞き手の胸を熱くさせるホメーロスに対し、牧歌的な仕事と火を歌ったために平和なしを愛する時の王の裁定によって勝利を与えられた。彼の最後については古代にすでに遺伝があり、トキュギデスの伝えるロクリスに没したとする説と上記の 歌比べや七世紀の資料の伝えるオルコメノスに没したとする説がある。今日、兵士オドスの神聖な作品と一致して認められるのは仕事と日のみである。新陶記の作者には論争があるものの兵士オドスの様式に極めて近いことは間違いはない。他に兵士オドスの作品として伝えられるもので有名なものに名譜列伝がある。仕事と日は、 勤勉な労働を称え、大我と不正な裁判を非難する作品である。同書には、世界最初の脳辞劇であると考えられる部分の他に、パンドーラ・アトコ時代の説は、公開術、日々の吉兆などについて書かれた部分がある。脳辞劇については、同書で書かれる程度のことは、当時の聴衆にとっては常識であり、 指難用のものではなく、農業を題材にとったことそのものに意味があるとも考えられている。新闘器は神々の誕生と戦いを描きゼウスの王権の正当性を主張している。ここに現れる王権の交代神話には、メソポタミア神話の影響が色濃く見られる。ヘシオジアスクレイキーカムクウェイエクステント1701ありがとうございます。